なんかキモい。なんかキモい。S ゆうすけさん、いっぱいハートありがとうございます。シナモンちゃん好きになりました。埼玉のアルアインさん、ありがとうございます。嬉しい。あ、このくらいでいいや。カレーさん、かわいい。毛量多いね。多いですかね、これ。多い方なのかな。いっぱい取りすぎた。待ってました。何のスプレー？髪固めるやつです。愛用すぎる。あ、もう1000人も。ありがとうございます。リップ何使ってる？今日はエチュードハウスの、あれない、あれどっか行っちゃった。エチュードハウスのこれ、エチュードハウスディアマイブルーミングリップトークシフォン029番。はい、めっちゃ可愛い色。画面も固まってた。え、今は大丈夫ですか？ぐるぐるしてる。あ、嬉しい。そういうことか。嬉しい。京一さん、ありがとうございます。ハート、タカボンさん、ハートいっぱいありがとうございます。髪型いろんなバリエーションできそうだね。そう、でも手先が器用じゃないので自分でできないんですよ。ハートいっぱいありがとうございます。ちょっとこれをやっちゃいますね。なんで毎日可愛いの？え、可愛くないですよ。ありがとうございます。受かったら引っ越すの。引っ越します。ダメだ、ぐちゃぐちゃだ。引っ越します。これいろんなね、ヘアアレンジができる人になりたい。なんかこっちすごいゴムの質が違うから。なんかすごい汚い。なんかあんま分かんないですね、映像だと。まあいっか。じゃあこれでいこう。まあいいや、ちょっと見逃してください、汚いの。SP に入れたらプロのスタッフさんが髪型のアレンジいろいろしてくれ。そうなんだ。すごい、絶対綺麗だ。ずっとその髪型でいて。これでもなんか今やってみて思ったけど似合わなくないですか？最近シナモンちゃん見に来て、見てるから飲みに行きたくなった。なんでですか？あ、このいっちゃんさんってビールの方でしたっけ？違うかな。エレピョンみたいで恐縮。エレピョンさんかわいい。毛量多い、すごい毛量多いって言われる。そうなのかな。あまり気にしたことなかった。この髪型33番ちゃんが2時の時にしてた。可愛かった。何やっても大丈夫。大丈夫、よかった。行きたくなくなった。ああ、そういうことか。飲み会楽しんでください。似合ってる紺色さん、ありがとうございます。その髪型だと STU の岩田ひなちゃん。それはね、本当に可愛いと思います。 STU さん可愛い。岩田ひなさんめっちゃ可愛いですよね。多分同い年だと思います。ビールの方でさ、やっぱりエレピョン知ってるの？知ってますよ、もちろん。
オノエレナさん、髪型変わってる。あ、ニャースさん、ニャースさん、ニャースさんのツイッター見つけたんですけど、すごい嬉しかった。ありがとうございます。ファンの大半は毛量ない。そういうことしちゃダメですよ。埼玉のアルアインさん、いっぱいハートありがとうございます。100個。ユー、うーん、星がすごい星になっちゃってる。サラちゃん、サラハート SKE さん、なんだこれは、なんて書いてんだろう。あ、テロップ、そうだ、かわいい。小学生、小学生じゃないです。そう、昨日15番の子が小学ランドセル配信みたいなのしてて、かわいかった。ラスカルさん、あ、旧期生新規です。嬉しい、嬉しい、嬉しいっていうか、来てくれてありがとうございます。あ、アイネちゃん、ありがとうございます。ありがとう。そう、ツイッター見ました。ありがとう。かわいかった、かわいかった、かわいかった、ありがとうございます。そう、なんかね、そうそうそう、あれ、アカウントわざわざ作ってくださってる方とかもいて、ありがとうございます。画面だと163センチもあるように見えない。嘘、見えない、163センチ。シナモンちゃんもランドセル、はい、ランドセルあるかな。 あるわ。でもランドセル何色だったと思いますか。可愛いからフォローしました。河野さん、ありがとうございます。シナモンちゃんしか勝たんやつ、嬉しい。対抗して体操服配信、体操服配信、体操服とかも多分ない、ない、あ、あるか、高校のやつか。いい体操服、ただの白シャツ、ピンクでしょ、ピンクじゃないの、ピンク、赤、ピンク、金色、ピンク。正解は黒、紺、黒っぽい紺。そう、黒っぽい紺でした。ランドセルあるかな、あ、でも出せるかな。あ、アイネちゃん、ツイッター見てくれた。そう、見たよ、ありがとう。見た見た見た、ありがとうございます。ハッシュタグもいっぱいつけてくれてありがとう。ちょっと、ランドセル、だるまいっぱいありがとうございます。そう、黒も好きです。ピンクと黒が好き、ピンク色、好きだ、ピンク、赤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 、今はいろんな色があるよね。そう、黒でも何年前って話ですよね。ももかさんがオーディションの時体操が、めっちゃ覚えてます。ももかさん本当にかっこいいですよね。紺、そう、紺だけどめっちゃ黒っぽい。いろいろね、メッセージ書いてもらって、よいしょ。どうした？あ、いなくなったからか。なんかゴソゴソしてた。そう、ランドセルだった。名札あったら、そう、名札ちゃんと取りました。気をつけないと、そんなすぐ持ってくる。そうそうそう、そこの棚に入って、男の子じゃね、でもすごい分かりやすくて、自分のがランドセルスクショタイムがいらない。47番、毛量が多い、STU のマイキューとして、中村麻衣さんかな、あれ違うかな、違うかな、違ったらごめんなさい。ランドセル、もうすいません。なんかいろいろ書いてあるし、なんかどっかに名前書いてありそうで怖い。あとなんかすることあるかな、なんかありますか、質問とかでも何でも。あ、背負わないです。シナモンちゃんの握手会行きたい、嬉しい。埼玉さんのアルアインさん、頑張ります、握手会できるように。明日用事あって見に見るなら残念やけど、今日見れてよかったよ、ありがとう。明日ね、ちょっとね、
でき、明日はちょっと配信できないんですよ。ごめんなさい。ありがとう。はよ背負って、背負わないです。髪の毛羨ましい。少し分けません。全然、どうぞ。カレーさん、なんかカレーさん、ハッシュタグで検索したら、誰かがカレーさんいるみたいなツイートしてたの見ました。中村舞ちゃんであったり、ああ、よかった。中村舞、ドラフトかな？かな？リコーダー、え、リコーダーないかも。何飲んでんの？これ映してもいいや、なんかダメなの？違う、わかんないけど。違うミルク。47番なのでフォローしました。ありがとうございます。なんかあるのかな ?47 で。47でよかったです。じゃあ、ありがとうございます。ミスキーのメンバー誰が、え、なんか飛んできた。ミスキーのメンバー誰が好き？今、井上瑠香さんが好きです。卒業生の方は大山さなさんが好きです。ミスキー何歳から知ってるの？何歳だろう。え、でも AKB さんがもともと好きだったから SKE ができるって時は知ってました。スタイルいいとこ見たいです。いや、また今日ジャージなんで無理ですね。ジャージなんで無理ですね。恥ずかしい。そう、ありがとうございます。とりあえず見つけた。何がだっけ、何がだっけ、今日一さん、そうだったのね。土日もまた見に行くね。ありがとう。土日も多分やります。早い時間から土日は。一画目力またバーになり、本当ですよね。これダメですよね多分。山崎遥香ちゃんか、可愛いですね。可愛いです、可愛いです。なんか前密着みたいなの見たことある。総選挙かなんか。飲むものまで可愛い。これはね